プレスの急先鋒の役割をよくされてましたけれども、はい、今の柏も、まあ、コンパクトな陣形からのハイプレス、ハイライン、そういうのが、まあ、ベースとして今備わってますよね。初スタメンです。それから土屋も2試合ぶりのスタメン。右サイドバックの川口は今季初スタメンです。松尾選手いいですよね。前節素晴らしいプレーをして、そして結果につながった。レッツボールでのキックオフです。柏の方は中盤は右に豊島、左に山田、マテウス・サビオはセカンドトップの立ち位置です。今ゲームがスタートしました。まずは左の渡辺龍馬から対角のロングフィード、縦パスさせて、これは伊藤敦樹、セカンドボールを山田が奪いました。そして小山津行く、小山津拾う、追い越すサビオ、マテウス・サビオ持ち出した、サビオ折り返し、まだあります。ちょっと林さん、ファーストタッチが外に出ましたね。シュート、山田が打ちました。今サビオ頭抱えてますけど、自分でも分かってるんですよね、はい、でサビオ、ミア入ったボール、後ろからシュート、山田、さらに続いたシュート、まだあります。後ろからもう一度山田、グスタフソン入れます、ボレーシュート、よく当てましたね。本当ですね、人生の一部がサッカーというか、素晴らしいですね。さあカウンターです。柏は動きがうまい、白井から受け取った小山津です、当てていく小山津、小山津シュート、いや小山津うまかったですね。今一回フォアに流れて、こう中というよりは柏の方はこう外前進は増えそうです。浮き玉でジエゴを使いました。ここにはボールすごく入りますよね。白井ミドルシュート、サイドバックが高い位置を取った時のにボールがよく入りますね。まあ、李さん、伊藤敦樹あたりはボールタッチ差それほど多くないですね。そうですよね。どう引き出せばいいのかっていうのも彼は今ゲーム中考えていると思いますが、後半に期待したいですね。さあここで前半終了の笛が鳴りました。0対0。まあ、そういったところに小泉だったり伊藤っていうインサイドハーフの選手たちがボールをもらうためにいろんな工夫をしているというところで前半は終わってしまったので、豊島が落としてもう一度、今度は犬飼です。アデスサビオちょっと浮いたところで受けてクロスです。まだジエゴ来た、西川、完璧なヘッドでしたが、西川ビッグセーブ、スーパーセーブですね。今足で止めました。もう一度ジエゴ折り返す、サビオだ、決定機2つ決めたかったですし、なんで入んないのっていう感じですよね。今のは小泉クロス、今度はチアゴサンタナ、頭一つ出ていました、チアゴサンタナ。今日が今シーズン初スタメンでしたが、リーさんいかがでしたか。いや、うまく精力的に動いてたんじゃないですかね、はい、自分ができる限りの力を尽くしたんじゃないかなと思います、ただそれも狙ってます。まさか回収した裏はグスタフソン、裏を取りに来ます、中島翔也だ、オフサイドです。川口、島村、前を向くと怖さが出ます。島村、白井です、サビオに出る、深いところからの折り返し、シュート、木下、2000連発木下、サビオのクロス、見事なボレーでした。木下康介、チームトップスコアラー、今日も結果を出しました。いや、うまい。ここもね、まあ、もちろんこの木下のボレーの技術ですよね。バウンドに対してよく合わせました。で、裏の方ですよね、ここにやっぱ戻ってこれないんですよね。伊藤が戻ってきたいですよね、はい、あとはその前に右で崩される渡辺、ホイブラーテン、渡辺龍馬、中島、グスタフソン、さあ中島、中島翔也だ、パンチ力があります。中島の右足、千原です。ここも出どころしっかりいく柏、ラストホイッスル、勝ったのは柏レイソル。